確かに我々は彼女を探している。だが発見には至っていない。疑うのならこのフロア中を好きに探すがいい。なぜお前らバラクーダが彼女を探してるんだ。それは知らんのだ。知らねえで探してんのかよ。正確に言えば彼女を探すよう依頼があった。我々はそれを受けただけということだ。依頼？誰からの依頼だ。それも不明だ。だが依頼主は私のアドレスに直接依頼を投げてきた。そんな情報そうそう漏れるものではないし、頭金と称して100万ドルの入金があった。仕事が成功したら900万ドル追加で支払うとの条件でな。女一人捕まえるだけで1000万ドルだ。怪しいか。乗らない理由はない。クソ、なんかねえのか。アカネさんなりその依頼主につながるような情報はよ。あればとっくに我々が利用している。皮肉なもんで、その言葉は信用できるぜ。アカネさんの方の話は片がついたってことでいいか、カスガ。ああ。じゃあ次は俺の用事だ。おっ。イエスかノーかで答えろよ。俺が濡れ衣着せられた事件、その犯行も、身代わりを仕立てるよう仕向けたのもてめえなんだな。答えろ。そうだ、イエスだ。そうか、てめえが、てめえが俺らの人生をめちゃくちゃに仕上がったのか。いや、許してくれ。ローマは死んだが、今からでも私の力を使って罪を取り消そう。金も払う。100万、1000万ドルだ。どうだ、これまでの人生を取り返すには十分な額だろう。ふざけんな。金で俺の子供が帰ってくるのか。どこまで人をコケに仕上がる。おいてめえ、千歳の素性を掴んでたな。あいつに関わる情報を全部捨てろ。そんで全部忘れろ。それを誓うなら見逃してやる。どうだ、誓うか。誓う。情報は全て捨てるし後悔もしない。誓う。そうかい。まあ万が一誓いを破ってみろ。いつでもこいつをぶっ刺しに行ってやる。それにこのいい写真もばらまいてやるよ。楽しみにしとけ。さあここでやれることは済んだみてえだ。帰ろうぜ。いいのか富澤。本当はぶっ殺してやりてえけどよ、こいつらと同じになりたがね。それにこいつやってもバラクーダが潰れるわけじゃねえだろ。千歳の情報がどこから漏れるか分かったもんじゃねえ。だったらこいつ生かしてきっちり管理させた方がいい。なんでそんなことあんたが。おめえにも命救われちまったからだよ。
かんねえけど、ドワイトに逆らって俺らをここに連れてきてくれたんだろ。本当は死ぬはずだった俺らを、その恩を返しただけだ。一番といいお前といい、これ以上借りを作るのはまっぴらごめんなんだ俺は。おっとこまいじゃねえかトミー。気づくの遅えよバカ野郎。